祖国は誰のものぞは、1962年制作、公開、ナンニ・ロイ監督のイタリア映画である。現在、インターネット上の資料では、日本語題を、祖国は誰のものぞとするものもある。第二次世界大戦中の1943年9月27日から9月30日にかけて実際にナポリで起こった占領ドイツ軍に対する民衆蜂起を題材としている。本作は1962年イタリアのメジャー映画会社ティタヌスが制作、イタリアの映画プロデューサーであるゴッフレード・ロンバルドがプロデュースして制作を開始、パスクアーレ・フェスタ・カンパニーレ、マッシモ・フランチオーザ、ナンニ・ロイ、バスコ・プラトリーニの4人による原案をもとに、カルロ・ベルナーリ、パスクアーレ・フェスタ・カンパニーレ、マッシモ・フランチオーザ、ナンニ・ロイの4人が共同で脚色し、カンパニア州ナポリ県ナポリ市内等でロケーション撮影を行い、完成した。イタリアでは、ティタヌスが配給して、同年11月16日に公開された。世界配給は MGM が行い、英語題をThe Four Days of Naplesとし、翌1963年以降、アメリカ合衆国で同年3月19日、日本でも同年6月1日に公開された。同年に開催されたナストロダルジェント賞で、監督賞をナンニ・ロイが、脚本賞をカルロ・ベルナーリ、パスクアーレ・フェスタ・カンパニーレ、マッシモ・フランチオーザ、ナンニ・ロイの4人が、助演女優賞をレジーナ・ビアンキがそれぞれ受賞した。また、同年4月8日に開催された第35回アカデミー賞で外国語映画賞にノミネートされた。1964年4月13日に開催された第36回アカデミー賞でも脚本賞にノミネートされた。日本では上記の公開以来2011年3月現在に至るまでDVD 等のビデオグラム販売等は行われていない。ありがとうございます。